クウェートの交通は産油国であり2.25人あたり1台という高い自動車普及率もあってほとんど道路交通に依存している。クウェートの公共交通ネットワークは完全にバスによって支えられており国内には鉄道施設はない。長年の間にいくつか鉄道計画がなされたこともあったがいずれも実現に至っておらずクウェート市の地下鉄網を設けようという クウェートメトロポリタン高速交通システム計画も同様である。クウェートにはペルシャ湾に面していくつかの港湾がある。空港は7カ所あり、そのうち最大の規模のものは民間専用となっているクウェート国際空港である。クウェートには鉄道はないが深刻化が進む交通渋滞を背景に様々な鉄道の計画がなされてきた。クウェートからオマーンまで。 ペルシャア沿岸地域の諸都市を結びながら 2000km に及ぶ鉄道網を建設しようとするガルフ鉄道の計画ではクウェートはターミナルの一つとなることが想定されている。4路線総延長 171km に及ぶクウェート市の地下鉄網計画も計画段階から先へ進んでいない。かつてザブールバードという民間の遊園地が計画された際に 距離は不明ながら、園内に鉄道を付設する計画があった。この遊園地は2016年4月に開園したが、鉄道の計画は結局実現しなかった。クウェートメトロポリタン高速交通システム計画は、4路線で総延長 160km 以上、69駅を開設するという計画である。この計画は何度も先送りにされてきており、 2017年9月の時点でなお着工されていない2.25人あたり1台と自動車普及率が高いクウェートは交通における道路交通への依存の度合いが大きい。舗装・未舗装を含めた道路延長は2009年の時点で 6524km であった。交通渋滞は1日中状態化しており、特にクウェート市において著しい。 他方では高速走行しやすい道路環境もあって重大な交通事故も多いとされており2016年時点における交通事故死亡者数409名という数字は人口比で日本の3倍に相当する高水準であったという鉄道がないためクウェートの公共交通網は全面的にバス路線によるものとなっているただし運行本数が限られているなど 旅行者にとっては実用的なものにはなっていない。国有企業であるクウェート公共交通社は1962年に設立された。同社は地域の路線バスをクウェート全土で運行しているほか、湾岸諸国の各地への長距離バスも運行している。民間バス会社の中心になっているのはシティバスであり、国内28路線ほど運行している。この他に、 クウェートガルフリンク公共交通サービスが2006年から運行を始めている。この会社もクウェート各地で路線バスを運行するとともに、近隣のアラブ諸国への長距離バスも運行している。アシュシュワイバー港。クウェートはペルシャ湾に面しており、アシュシュワイバー、アシュシュワイフ、クウェート、ミナールドアンラー、ミナールアーマディ、ミナスードなどの港がある。クウェートの空港は、 民間専用となっているクウェート国際空港である。他に軍用空港が数箇所ある。ありがとうございます。